ママ、見つけたかったの？ママ、見つけたかったの？みーちゃん、反対の手で行こう。足。うん、なんか痛い。ほら、始まった。こんにちは、なつみです。今日は我が家のご飯時間の様子をお見せしていきたいと思います。長男はもう6歳になるのでしっかり自分で食べてくれるんですけど、次男がまだちょっとイヤイヤ期があって、その日の機嫌によってはかなり大変です。それでは、どうぞ。ということで、ご飯を作っていきたいと思います。ご飯は昨日の残りとか、あとおかずはもうできたものがあったりするので、お味噌汁とかをちょっとパパッと作っていこうかなと思います。今日は次男とか三男がぐずり気味なので、ちょっと急ぎ目で作っていきます。こういう時とかね、おかずがもうできたのがあると本当に後々助かったりするので、ちょっと仕事の休憩時間とか、あとはなんか作り置きのおかずとかは結構作っておきます。かいくん、パンツ履いてないんじゃない？待って、かいくん、服なんで濡れてる？ここにね、おしっこついちゃったから、おかず食べてる。おしっこついちゃったの？やだな、着替えるよ、みじゃん。よし、お料理再開します。ちょっと、あおくん大丈夫？はるくん見てきて。大丈夫。見てないでしょ。大丈夫だよ。見た？ユウの目が。こういう時、上の子たちが、あの一番下の子、あの見てくれたり遊んでくれたりしてるので、めちゃくちゃ助かってます。こんな感じでママがご飯を作ってる間はこうやってお兄ちゃんたちが遊んでくれてます。もういただきますする前に次男にお味噌汁こぼされました。いただきます。はい、あくいただきます。いただきます。いただきます。行儀悪いじゃダメ。ダメダメダメ。ママ、つけたかったの？ママ、つけたかったの？ママ、目をかゆい。目をかゆい。じゃあちょっと置いといて。かゆい？わかんない、わかんない、ちょっと置いといて。じゃじゃーん、かゆいの使って。かいくん、ありがとうね。もしかしてかいくんってスーパーヒーロー？スーパーヒーロー？ゴリラ。レスキューベビー。ベビーレスキュー？もしかして。ありがとう。座ってください。怖がらないでください。ご飯中で結構一緒。もし座って。かいくん、次回会ってくれて汗をかいてきた。ママのお水を食べていいかい？あおくん、あおくん、お花をキッチンで持ちます。こんにちは。お花を食べるって。そうそうそう、見て見て見て。上手。はい、ということで私たちの食事時間はこんな感じでした。奥に入った。いつもこんな感じで、しかもパパがお仕事で忙しいので、家族全員揃って食卓を囲むっていうのがなかなか少ないんですけど、だいたいこんな感じでワンオペでこんな毎日です。ということで、この動画を最後まで見てください。ありがとうございます。せーの、バイバーイ。バイバイ。バイバーイ。ちょっと見えないわ、ママ。はい、こでーす。イエーイ。今日は我が家のご飯時間の様子をお見せしていきたいと思います。二人ともイヤイヤ期なんですよ。3歳の男の子と2歳の女の子なんですけど、イヤイヤ期のタイミングがこう被っちゃってる。あの、とにかくこう精神を落ち着かせながら食べさせる、もうその一心なので、まあ、その様子をぜひ見ていただけたらなって思います。はい、完成しました。完成というか、今日はもう本当私が体調悪かったり疲れ、あの仕事ギリギリだったりしたので、あのお惣菜を買ってオードブル製にしました。いただきます。やべろべろじゃない。ねえねえ、人の悪いから自分の食べな。みっちゃん、足はまだいいって言ったでしょ。ない。まああれ？ママエビ食べた。食べたよ。もうみーちゃん、ズボンが取れるじゃん。ねえねえ、立つのやめてって。みーちゃん、反対の手で行こう。足。うん、痛い。
うんち したい？あ、うんち行こうか。みーちゃん、一人で頑張って食べれる？うん。よし。私たちの食事時間はこんな感じでした。あの疲れる、うん、疲れる。子供のお世話をするにあたってやることがたくさんあるじゃないですか。例えばおむつを替えるとか、お風呂に入れる、着替えさせる、寝かしつけ、ご飯食べさせるとか、もういろんな項目がたくさんあると思うんですけど、その中でも群を抜いてご飯をあの食べさせるっていうことが一番疲労がたまります。今みーちゃんは家であの待機児童になっちゃってて自宅保育中なんですけど、そしたらお昼ご飯とかはさ2人っきりの時間が多くて、その時にすごい自分の心の余裕を感じるんですよ。1人と2人ってこんなにもちゃうんやなっていう心の自分の余裕を感じるから、2人になった時の大変さがえげつない。本当に行儀よく食べさせることとかももちろん大切なことだと思うし、分かってる上でもう自分で一生懸命お腹いっぱいになるまで食べてくれたら今はそれでいいって思っちゃってるんですよね。私はもう誰か大人がもう一人いてくれたらそういうこととかももちろん言うんだけど、一人で二人を見てる時それができないから、上手に食べてくれたらもうそれでいいっていう感じで普段やってます。今日も動画を見てくださってありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。